ね、早いとこ降りて温泉入ろう。はい、おはようございます。カンパパです。はい、ここはですね、乳母沢の駐車場ですということでございまして、今日は月山を登ります。今回ね、カブママは100日ぶりの登山ということで、以前よりね、登りたいって言ってました月山に行ってきました。ちなみにね、今ご覧いただいている画像は去年の6月、牛首の雪渓を登ってる様子なんですが、今回登るのはね、この大雪渓も消えた9月の初旬です。それではルート概要ですが、出発地点はこの乳母沢の駐車場、リフトに乗って上野駅に向かいます。そしてね、リフトを降りたらすぐ乳母ヶ岳に登ります。乳母ヶ岳の頂上から月山までは見通しの良い稜線が続きます。では行ってきます。はい、ここはね、一応登山口になってるんですけど、美化協力金ということで、一人ね、200円ですね。去年もね、入れましたけど、ぜひね、皆さんね、ご協力お願いします。2名様、2人で乗られますか。はい、こちら帰りも使います。はい、ここでおりますよ。おー、はい、山頂駅です。はい、ここでおります。はい、はい、どうぞ。はい、すいません。おっしょ。左に逃げてください。月山スキー場まで上がってきました。これね、最初の分岐なんですけど、これね、左行くと乳母ヶ岳で、こっち側ね、降りて登って牛首方面です。だから月山に行くとすれば、こっちの方が近道なんですよ。今日はね、ちょっと山頂見えないですけど、乳母ヶ岳まで登ってね、稜線伝いに、行くコースをたどります。では行ってみましょう。いや、急坂登り切ったね。ここ登り切っちゃえば、あとはもうここ9合目みたいなもんだから。はい、ここからね、なだらかになります。あそこが山頂ですね。誰かいるわ。標高がね、上がってきたら草もみじになってきました。一気に綺麗だ。はい、平らになりました。もう久しぶり。いや、今日ちょっとね、あいにくの、まあ、こんなガスっちゃってっけど、はい、乳母ヶ岳山頂1670です。イエーイ。じゃあね、山頂からこっちね、少し歩くと三角点があるんですよ。まあ地図ね、一応載ってるけど、スルーしちゃう方もいるんで、こうすごいね、これ木道がねこんな風に敷き詰められてるんですけど、この木道の一番端っこですね。はい、はい、ここです。はい、ここはですね、ほんと晴れてればね、っていうのは去年がそうだったんですけど、ものすごいね、眺めがいいんですよ。
もう月山が見えるのは当然のことだね。朝日連峰からあとは麓の月山湖とかね、そこら辺も全部見えますし、まあ、今日はね、まあ、こんな感じで、まあ、残念とまではいかないですけどね、別に雨降ってないんで、まあ、天気がね好転すれば絶景をお見せできると思うので、はい、僕もね心の中で密かにね期待してます。宇部ヶ岳の山頂まで戻ってきたんで、今ね株間が向かってるのは、月山方面です。もうガスってなければね、もうここにあのガス山がこう出てるんですけど、まあそのうちガスが晴れると思います。おお、あのね、月山のね、山頂方面が見えてきました。一気にね、ガスが晴れたんで、カメラ追いつかなかった。このままね、ずっと、あそこ牛首の分岐なんだけど、こうぐーっと登り返してね、上に行きます。はい、やっとここまで来た。はい、この、道しるべは、牛首じゃないか。はい、牛首の分岐来ました。ここからね、月山の山頂、本来は見えてんだけど、まだ1時間ぐらいかな。一気にね、下界が晴れてきたよ。向こうに青空も見えます。リフトの駅の屋根も見えるな。はい、あのね、こっからあと50分ぐらい登れば、あの、月山の山頂なんですけど、ちょっとね、だいぶ天候が悪化しちゃったんで、で、カバンもね、久しぶりの山なんで、無理することは全くないので、こっからね、さっきお話しした、牛首の分岐ね、近道で、ロープウェイまで行けるとこ、あそこを通ってね、速攻で下山します。結構強いです。こんな日はね、もう早く降りて温泉行きます。じゃあ行ってみましょう。